数十万年前、この地球上には今とは異なる文明が栄えていたんだ。 WAD 本社はシベリアでその古代文明の遺跡を発見した。そしてその遺跡の中には一体の古代人の素体があった。その素体を極東支社に持ち帰った高沖たち研究員は、古代人の DNA をもとに初期原始人工生命研究の一環としてコンピューター上でシミュレーションを始めたんだ。それがタンタロス、自己成長型ニューロコンピュータープログラム。はじめはただそれだけの存在にしか過ぎなかった。しかし彼は研究者たちの予想をはるかに超えて無限に進化し増殖を始めた。タンタロスって人じゃなかったの？そう、人じゃない、別のものだよ。やがて何百代もの進化と増殖を経て、強大な自我と自己防衛本能を身につけたタンタロスは WAD 極東支社を内側から支配し始めた。そしてタンタロスは1356世代にまで進化し、今や極東支社を完全に掌握している。まさかそんな。もちろん WAD 内部の最高機密さ。人間がコンピューターに操られるなんてあってはならない。おかしいだろ。はるか昔の古代人の意志が復活し、今やこの WAD を覆い尽くし、街も人も全て支配しているんだ。